みなさん、こんにちは。アリオナです。今日紹介する旅は四万温泉ですね。千と千尋の神隠しの舞台となったということで有名なところですが、今日はですね、温泉自体を紹介する前にですね、ちょっとこの道の映像を紹介させてください。すごくですね、天気が良くてですね、たくさんの映像を撮ることができました。気持ちのいい道だったなというふうに感じてます。で今回はですね、軽井沢の別荘に泊まっている時に、まあ、別荘から日帰りで島温泉まで行ってきました。でそれが、まあ、この北軽井沢からの島温泉への道、私がいた場所からはですね、およそ1時間ほどかかったんでしょうね。そして向かっている途中にとても面白い場所があったのですが、はい、こちらです。ローソンテラスってなってるんですよね。まあ、群馬県のどこかなんですが、こんな絶景が見えるコンビニのテラスなんて初めて見ました。まあ残念ながら営業はしなかったのですが、いいなと思いました。今回は自分自身でもちゃんと運転しました。皆さん、こんにちは。アリオーナです。今日は群馬県の四万温泉に来ています。四万温泉はですね、昔から知っていて、で結構皆さんから温泉好きですって言うと、四万温泉はって聞かれること多いので、今回はですね、この機会を使って来ました。ちなみにここまで自分でドライブしました。まあ全部じゃないんですけど、一部ですけど。おー、ここすごい綺麗。さっき休みしてたのはですね、ここなんですね。で今橋の上にいるんですけど、帽子が落ちそう。あんまり付け方が良くない。あーすごい景色、広い。ここ冬って雪降るのかな。降ってほしい。あー手持ちのカメラでちょっと風景を撮りましたので、多少手ぶれはあるんですが、景色綺麗ですよね。今日はですね、泊まらずに日帰りでね入ろうと思うんですけど、日帰りでどこに入るかというと、清流館っていう日帰り温泉施設にね入ります。中撮れるかどうかはねちょっとわからないんですけれども、まあもし撮れたらね撮ろうと思います。うわー川すごい。川にちょっと入ってみたいね。ちょうど水着も持ってきてるからね。さっきね走ってたら、その道の中の気温出ていって、なんか33度ってなってたけど、まあここはもうそんなには暑くないんですよね。全然大丈夫。木の下に入るともうなおさら大丈夫です。あとめっちゃ立派な森、すごい。あそこがめっちゃ森。森の中に入ります。虫よけ使わないとね。そうですね、今日は休館日でした。それは定期休館日なのか臨時なのかわかんないんですけど、あまあまあちょっと調べればよかったなってちょっと思いましたね。で、他にもここいろいろあるので、まあ、ちょっともう調べずに自分自身で散策して調べていこうかなと思います。それとここって川も入れるので、ちょっと島川っていうのかな、川にもちょっと入りたいと思います。もし温泉に入れなかったら、まあ、入れる気はするけどね。いやーこれだけは残念すぎます。別で入れるところ探さないといけないんですよね。四万温泉はですね、温泉だけじゃなくて川遊びもできるので、まあ、ちょっとね
入れるところ探す前に川遊びを少しだけしようかなと思います。こんな綺麗で素敵な川が流れています。からですね、ちょっとだけ足だけでもね川に入ってみようかなと思います。帽子とかバッグとか全部外して、まあこの子だけ最大限気をつけて持っていこうと思うんですけど、ちょっと乗りましょう。カメラ壊さないようにね。私は平気ですけど、意外と歩いたらね暑くなりましたね。だから川入った方がいいかなと。泳げるかといったら微妙だけど、ここまで来ました。いいね。これ泳ぎたいとも思ったけど泳ぐのは厳しいかな。はい、無事に川に入りました。涼しくてめっちゃ気持ちいい。ただ流れが速くて、まあ冷たいので泳ぐのは厳しいかなと思うんですけど、足入れるだけだったら大丈夫かなと思います。今結構足入れてる。こんなところまで来ました。川遊びして、で、はい、下の川ね。で、今からやっと温泉に行きます。もう一つすごく綺麗で今でもちゃんとやっている定休日になっていないところでちょっとね入ろうと思います。ここから 600m なのでちょっと車で移動しようかなと。山の空気吸うとお魚を食べたくなる。面白いね、お魚。ここなんか郵便局あるんですけど、島郵便局でめっちゃねおしゃれなんですよね。そう、ここです、しゃれてる郵便局ね。まあ特に郵便局では用がないので寄らないんですけど、車に戻ります。歩いたらですね、こんな可愛くて面白い庭がありましたので映さないではいられなくてですね、ちょっと立ってしまいました。皆さんどうですか？橋の下、川沿いにあるちっちゃなお庭。
やっとあの有名な関禅館に着いたのですが、はい、入ることはできないようなんですね。まあ、見学と入浴と入る理由はね、2つあるんですけれども、今回は入浴も見学もどちらもできないそうなんですね。なんか事前に特別の予約をすればできるが、まあ、予約はしないで入るということはできないですが、まあ、ここはですね、本当にこの外観が本当に素敵で、ここを見るだけで私は個人的に十分に楽しむことができました。少しこのレトロ感もあってね。前回まで行ったんですけど、ここが見学も日帰り入浴もなんか特別に事前予約をしないと入れない制度になっているので、ちょっと中に入ることできないんですけど、まあこの前だったらちょっとね見学はできる感じです。はい、春肉の橋で、で後ろが建物ですね。古そうですね、すごい歴史ありそうな。でそこにもなんかあって、はい、綺麗ですよね。で下に窯があってめちゃめちゃ綺麗ですね。あ、やりたかった。まあ今日のはとりあえず一通りの見学で、何がどうなってるか社会勉強というか、はい、ということで、で次からはちゃんと、はい、入ろうと思います。ちなみにここは多分川で声が聞きづらいんですけど、はい、仕方がないです。で今雨が降ろうとしているので、まああと少しでもうぼちぼちちょっと帰ろうかなと思います。少しだけ散歩したらね、お土産屋さんだけ最後に寄りたいのでね橋渡ります。浴衣の人いるね。どこにも入れず、本当は人生で初めて温泉地に来て温泉に入れなかったっていうのはね、残念だけど、まあ、今日の宿泊先に戻ってちょっとお風呂入れようかなと思います。手が疲れちゃった。降っちゃったよ。車まであと数百メートルあるので、ちょっと急いで行きます。で今はもう一度チェックしたんですけど、やっぱり今営業している日帰り施設がなくて、あとご飯食べれるところももう全部閉まってます。3時とかに閉まるから、今は4時半なんですね。はい、というところだったので、あれ下にお風呂あって3時まで書いてあったけど、実はまだやってるっぽいんですね。そこが入りたい、入れたら、え、普通に今おじさんが中から出てきたんですけどちょっとチェックしてみます。
いや本当にあのフォローやっててほしいです。まあ、時間はちょっとないんですけど、10分だけでも入ろうかなと思います。京都風呂とかなんとかで、婚浴じゃないですよね、さすがに婚浴じゃないですよね。露天風呂の婚浴はいいんですけど、あそこは内風呂なのでね。今川沿い歩いてます。こんな感じですね。曇りこそなんか顔にいいんですよね。肌色がすごい綺麗に映る。今すごい山奥だってる。はい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 。もうちょっと。はい、駐車場に到着。なんかこの天気風情あるね。なんかわかります？ここが曇ってるけど、それが逆に雰囲気がいいのね。じゃあとりあえず車乗ろうか。結局のところこの日はお風呂に入ることができませんでした。まあでもね、その分川には入ることができました。まあ、言うて足だけだったんですけれども、それもそれで十分楽しかったです。川が綺麗でね。はい、で今日の動画ここまでになるんですけれども、これが帰り道です。この日はですね、軽井沢の別荘に戻ったんですけれども、別荘の動画まだの方ぜひ見てみてくださいね。はい、今日も最後まで見てくださって本当にありがとうございました。気に入りましたらいいねとチャンネル登録お願いいたします。そしてはい、こちらは次回の予告になります。美味しそうですよね。うん、美味しかったです。